ザグリードは1998年に公開されたアメリカ合衆国の映画。監督と脚本はハムナプトラ、失われた砂漠の都に先駆けてスティーブン・ソマーズが担当した。ジャンルはホラー及び SF。3000人の乗客を乗せた豪華客船アルゴノーティカ、号から乗客が突然失踪し、その元凶である職種を持つ巨大生物が主人公フィネガンたちを襲う物語が、 展開される。3000人を乗せた豪華客船アルゴノーティカ号は、南シナ海を航海中、船内のシステム制御室に侵入した何者かの手により突如航行不能に陥ってしまう。その直後、船は海中より現れた謎の巨大未確認生物に襲われ、大勢の乗客と乗組員は芝叩く間に、船内からその痕跡を消した。同じ頃、 密輸業者のジョン・フィネガンら一行の乗った密輸イパン号は依頼主である武装した傭兵グループと重火器などの積み荷を乗せて現場付近の海域を航行していたが風雲にも暴風雨の海上を漂流していたモーターボートと衝突し船体に大きな損傷を負ってしまう突然のアクシデントに立ち往生したフィネガンたちはやがて近隣の海上で偶然にもアルゴノーティカ号を 発見するが、その直後にサイパン号は同乗していた傭兵たちに乗っ取られてしまう。彼らはアルゴノーティカ号の C ジャックをもくろんでいたのだ。やむなく、フィネガンたちは傭兵たちに従い、共にアルゴノーティカ号へと乗り込む。ところが、3000名の乗客がいる、はずの船内には全く人影がなく、唯一の生存者は船長と船首 そして金庫に忍び込んだとして捕まった美女の三人のみ。そして乗客消失の元凶である何かがフィネガンたちに襲いかかる。劇中でアルゴノーティカ号を襲った謎の巨大海洋生物。当初は古代の深海に生息する異常を進化したワーム類の一種と思われていたが、実際には鋭い牙の並ぶ大きな口と青い二つの目を持つ本体から、 無数の触手を生やした巨大なタコのような姿であり、その正体は約8億年前のカンブリア紀から生き延びてきた古代、生物が環境破壊による生態系の崩壊によって突然変異を起こした燃烈な大型海洋生物である。触性は肉食で、鉱物は主に人間と海洋生物で、触手を縦横無尽に伸ばして獲物を捕らえる。 触手の先端には獲物を捕らえるための鋭い歯と口があり、獲物を生きたまま丸のみにして栄養源とする。なお、触手自体は視覚を一切持たず、獲物の立てる、かすかな音を頼りに狩りを行い、逃げる獲物を巧妙に手繰り寄せる。その姿だけを見ると、最も似通っている生物としては、軟体動物のバンパやスクイードが挙げられる。 また劇中ではフィネガンが魚が入った瓶を開けるタコの例え話をするなど全体的なモチーフはタコとされる。普段は南シナ海の海底に生息しているが空腹になると餌を求めて海面に浮上し獲物を捕食する。人間のことは900年以上も前から襲い続けているらしく、住みかに破壊された無数の沈没船や散らばっている魚の骨が オープニングで確認できる。弱点は火であり、劇中では傭兵たちが使った手榴弾により触手は撃破され、また本体はアルゴノーティカ号が爆発した際に生じた熱により、全身の皮膚が一瞬にして焼けただれ、さらに本体自身が爆発資産し死,死亡した。重機類では触手を攻撃することによって、ひるませたり撃破することは可能であるが本体にダメージを、 与えられない。銃で本体にダメージを与えるには急所である本体の眼球を銃撃するしかない。なお、タイトル及びオクタルスの通称となっている、グリードは日本語に訳すと、食欲、食す、豚欲、強欲を意味する。ありがとうございます。